北五条、テイ通北五条、テイ通は、札幌市中央区から、テイ区に至る、都市計画道路。区間により、札幌市道、北海道道124号宮の沢北一条線、国道交互となる。札幌市と小樽市を結ぶ通りから、札尊国道と呼ばれており、1972年、札幌オリンピック開催に伴い、 札ッソン高速自動車国道が建設されるまでは、札幌、小樽間唯一の幹線道路であった。1798年に開作したが、道路らしくなったのは1857年になってからである。1873年に小樽、千箱、札幌間の開作道路が完成している。その後、交通量の増加に伴い1935年に、拡幅、直線化、 1953年に完全舗装や橋の永久強化を進めて1984年にほぼ現在のルートになっている。なお、宮の沢以南の一部区間は札幌オリンピック開催に伴う札幌新道と創生川通りの整備により国道から堂々になった。区間道路施設起点から国道5号までの外区は北五条東となり、創生川東の区域になっている。 一丁目から三丁目まであり、郵便番号は060の003号。中央区の北円であり、北五条東四丁目伊東は、東区となる。国道古号伊勢の外区は北五条西となり、一丁目から24丁目までの、郵便番号が060の0005、25丁目から29丁目が064の082五となる。なお、北五条、 テイネ通は西24丁目25丁目交差点で北西方向に曲がるため西26丁目から29丁目までは山の手通りとなる。北五条テイネ通は札幌駅南口正面を通っており沿道には商業施設や銀行、ホテルなどが立地している。指導区間、道道区間、国道区間。ありがとうございます。